そして山口、ロングシュートは入りました。先制ゴールは山口。今のは思い切ったシュートでしたね。前半29分、思い切って打った山口のシュートがゴールに突き刺さりました。ここでぐっと前へ出てね、はい、思い切って振り抜きましたね。これバーッと右に切れていったんですね。非常に七海君がね、あのタイミングを考えたいいパスだったんですけどね、ちょっとアウト回転、まあ、かかるようなといいますか、あのゴールキーパーとしても予測がつかなかったんでしょうね。この辺りも随分こうキープできます。相馬、ここまで持っていって入れました。いいボールでヘディング高い、シュート、2点目。高木のヘッドで2点目を奪いました。これはもう日本としては最高の形ですね。前半の31分、山口のシュートのわずかにこれ2分後の追加点。これいいパターンでしたね。そうですね、いい形でしたね。この相馬君のね、ダブルタッチ的なあのセンタリングってですかね、これもぴったり、はい、そして前へ詰めていって、このボールが送られてくる瞬間に高木君が後ろへ相手のマークを外すような動きしてるんですよね。素晴らしいヘディングですね。これで、まあ、数も蹴るボールも非常に速くて曲がりますからね、はい、あ、今度はショートコーナー入れて、あ、飛び込んだ、ホームラン決まりました。3点目。いや、今のはこれはある意味では形通りかもしれないですね、はい、飛び込んでいった小村ダイビングヘッド。3対0、日本がリード広げました。前半の40分、これはショートコーナーからここですね、はい、前へこれ高木くんですよね、つってもう完全に後ろのスペースが生まれましたよね、はい、小村はフリーで飛び込んでいきました。で、カズもちょっと今中を見てる、もう完全に後ろをねフリーになりましたから、はい、まあ、そういう意味では奈美君や高木君が前にスペース両方をしっかり見れる、まあ、そういった意識っていうのは重要ですね。さあカズ、チャンスシュート決まりました。日本の4点目はカズが取りました。後半の16分、三浦自身この代表では30点目のゴール、9点のゴールを決めました。これ今一瞬のミスからここですね、はい、柳本君からですけれども、このディフェンダーのベンジンが何をしようとしたのかっていうことですよね。ただカズよくね、食らいついてきましたね。これしかも角度のないところで難しいところですね、はい、まあ、これキーパーへのバックパスかもしれないですね、はい、ただよく狙ってますよね、これね、よく拾いに行ってここからこの、角度ないけど振り足が速いですからね。粘る、2人来ました。フォローの柳本、七海、こちらのサイドまで来て、もう一度七海、高木は前に行きます。さあ高木、落として、高木のシュート決まった。見事な高木、今日2点目。5対0と日本代表、さらに追加得点を挙げました。高木今日2得点、喜びのあまりフェンスを飛び越えましたが、あ、イエローカードが出ました。まあ、これもこの七海君のねボール素晴らしかったですし、まあ、大君もね裏で見事にもらいましたね。からタイミングもこのタイミングしかなかったですね、はい、まあ、よく見てますね、逆サイドの裏まで。そして胸でトラップしてキーパーの出鼻を、これも完璧に近いボールですね、はい。